シオンは、スイス南部、バレー州の基礎自治体で同州の州と、ローヌ川左岸に位置している。スイス有数のワインの産地で、バレー産ワインの州産地となっている。ドイツ語名は、ジテン、ラテン語名はセドゥヌム。新石器時代の遺跡が発見されており、それから、ケルト人の時代に発展し始めた。シオンの語源は、この地域に住んでいた。 ケルト人の種族に由来するラテン語のシデューナムから来ている。紀元前1世紀に周辺地域とともにローマ人に占領された。シオンの視聴者にはローマの秘文が残されている。ローマカトリックのシオン教区は4世紀に創設され、スイスでは最も古く、アルプスの異北でも最も古い教区の一つである。サボイアケトの構想に対抗し、中世において 宗教上の世界のみならず、世俗の権力においてもバレー地方全域に支配を及ぼした。近年では1976年、2002年、2006年の東京オリンピックの開催地に立候補したが、デンバー、ソルトレークシティ、トリノにそれぞれ敗れた。ノートルダムドバレールシオンの街を見下ろす丘の上に、城と教会がある。寺院として12、 13世紀に建てられたバレール城の内部には州の歴史博物館が入っている。城壁内には司教座三次会員の住居が置かれていた。ノートルダムドバレール教会は12世紀に着工されたもの。教会の木製オルガンは15世紀のもので演奏可能なオルガンとして世界最古である。シャトード・トゥール・ビヨン・バレールに並び立つ丘。丘の上に城と市教館の廃墟がある。 城の着工は14世紀初頭だが、この丘は戦死時代から保類として使われていた。戦略上の拠点として、13世紀末、シオンの死境によって城が築かれた。1788年シオンを襲った大火により、トゥールビオン城も破壊された。シオン近郊にあるヨーロッパ最大の地底湖。洞窟の中にある湖で、起伏に富んだ地形を船で楽しむことができる。 ありがとうございます。